ヒカキンさん、楽曲リリース数年前からとんでもワンダーズをゲーム実況で口ずさんでいた。特技だと思います。皆さん、ヒカキンさんは知ってるでしょうか？ヒカキンさんといえばね、世界一臭い食べ物シュールソレミンを食べてピーチ状の音を出したり、かくれんぼの鬼になって残り時間が短くなって焦ってターミネーターのテーマ曲の音を出したり、マイクラ実況で TNT を爆破させてビリーブの歌い出しの笑い方をしたり、と偶然にもね、いろんな音を神がかり的に出す音の出る神ことヒカキンさんなんですが、そんなヒカキンさん、また新たな音が見つかったそうで、まあ、最近ペースすごいだと思うんですが、ただ今回は2021年にリリースされたボカロ曲の音を、その楽曲リリースの約5年も前からゲーム実況で出していたそうで、まあ、その2021年にリリースされたボカロ曲というのが、とんでもワンダーズという楽曲で、ゲームのプロジェクト世界でも使われている楽曲みたいですね。で、楽曲を作詞作曲したのが、笹暮優慶さんというボカロ P の方で、とんでもワンダーズフィーチャリング初音ミクバージョンのミュージックビデオの動画も投稿されていますね。で、この2021年にリリースされた、とんでもワンダーズの音を、ヒカキンさんが出したのが、2016年の動画ですね。ヒカキンさんのゲームチャンネル、ヒカキンゲームズで投稿された、マインクラフトの実況動画ですね。最高高度まで TNT 積み上げて爆発させたら大変なことにというタイトルで、まあ、ヒカキンさん動画内で TNT 爆弾ですねを大量に積み上げて爆発させるという動画で、まあ、まず積み上げた TNT を下からね爆発させたんですが、まあ、途中で止まってしまって残ったものを今度は上から爆発させようとしたんですが、その爆発の勢いにヒカキンさんの操作するキャラクターも吹き飛ばされてしまい落ちてしまうんですね。その時に焦って出したヒカキンさんの音がこちらですね。で、まあ、先ほどのね、紹介した、とんでもワンダーズのサビが、こちらなんですが。まあ、確かにヒカキンさん、とんでもワンダーズの音を出していますね。まあ、若干強引な気もするんですが。まあ、驚くべきはね、とんでもワンダーズが2021年リリースなんで、このリリースの約5年前に、すでにこのね、音を出していた。ということで、今回はヒカキンさんが先なんですね。まあ、そのせいでね、ヒカキンさん、未来人説が出たり、とんでもワンダーズを作った、笹暮 P さんが、ヒカキンさんのマイクラ実況を見て、ここが耳に残って曲を作ったんじゃないか、という説も出ていて、で、まあ、とんでもワンダーズのミュージックビデオが、まあ、女の子が男の子の三日月のペンダントを壊してしまって、で、男の子が怒って、タワーを爆破させようとする、というもので、まあ、ヒカキンさんの動画の積み上げた TNT を爆破させる、と似ている部分もあるので、本当に笹暮 P さん、これを見て作ったんじゃないか、というガバガバ考察もあるんですが、まあ、まさかのね、とんでもワンダーズ、リリースの約5年も前に、ヒカキンさん、その音を出していたんですね。まあ、ビリーブのね、音を出した時も、ヒカキンさん、マイクラ実況の TNT 爆破の動画だったんで、ヒカキンさんに TNT を爆破させれば、何か音が出やすいのかもしれませんね。まあ、ちなみにヒカキンさんのお兄さんのセイキンさんですね。もう、このとんでもワンダーズと若干ね関わりがあるそうで、セイキンさんが2015年に出したこちらの90秒振るだけでアイスができるフルキャラアイス、セイキン踊ります。という動画内で、まあ、氷とかを入れて振ったらアイスができるという製品を持って、セイキンさんがね、踊っているんですが、この踊りにとんでもワンダーズを合わせた動画が TikTok だったりで流行ったそうで、ヒカキンさんが歌って、セイキンさんが踊った曲、それがとんでもワンダーズと言えなくもないみたいですね。まあ、なので、兄弟揃って、とんでもワンダーズと関係があったりなかったりするそうです。といった感じで、ヒカキンさん、楽曲リリース数年前から、とんでもワンダーズをゲーム実況で口ずさんでいた。とこなんですが、まあ、今回はまさかのね、ヒカキンさんが先だった。ということで、未来の音も出せるんですね。もうこれぞね、音の出る神。といった感じなんですが、もう見つける方もやばいですね。数年前のヒカキンさんのゲーム実況も見てるんですね。まあ未来の音も出せるということで、これまでねヒカキンさんが出した音も今後曲になる可能性もあるということで、もうヒカキンさんで音楽をね学んでいきたいと思います。以上です。